こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は呪術廻戦についてお話ししたいと思います。はい、私アニメで見たんですが、もうすっごい流行ってますよね。はい、面白い。設定もすごく細かいですし、結構オタク心くすぐる、設定ですよね。はい、もう、宇宙感がすごい。はい、もう大好きです、呪術廻戦。もうさすがジャンプ作品ですね。はい、弓矢さんからですね、ドームシティのジャンプショップ近いですので、すごいたくさんグッズ売ってて、もう楽しいですよ。はい、ぜひですね、ジャンプショップにお立ち寄りの際は、弓矢さんにもちょっと立ち寄っていただけると、弓道体験もセットついてきますので。はい、呪術廻戦ですね。ちなみに私の好きなキャラクターは、ダントツ、五条悟ですね。かっこいい。もうね、いつもね、巻いてますけど、もう目がキラキラっとしてる瞬間は、本当にたまりませんよね。はい、かっこいいなと思って、はい、本当に、もう女子受け満載な作品ですね。はい、ということで今日は呪術廻戦についてのお話でした。ご清聴ありがとうございました。